宮崎瑠衣です。こんにちは、皆川玲奈です。この時間はドライバーの皆さんからのリクエストやドライブに役立つ情報をお届けしながら快適で安全な運転を応援します。全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト。この番組は緑ナンバーの全日本トラック協会の提供でお送りします。今日は特別インタビュー、全日本トラック協会常務理事山崎薫さんに緊急災害時におけるトラック輸送の役割について伺います。それではそのインタビューをお聞きください。山崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では現在のトラック輸送における緊急支援物資輸送体制についてお話しいただけますでしょうか。はい、全日本トラック協会では防災業務計画に基づいて必要な体制の整備を進めるとともに、これまでの災害時における経験を踏まえて緊急支援物資輸送体制の確立を図っているところです。はい、また災害対策基本法の指定公共機関としての役割も担っており、緊急時には国土交通省や他の指定公共機関と連携してテレビ会議システム等により被害状況の情報収集を行うなど、政府からの要請に対して万全の準備を整えております。これまでの経験が生かされているんですね。はい、今までの災害時における教訓を生かして様々な分野での緊急支援物資輸送体制を強化してまいりました。テレビ会議システムも活用されたとのことですが、どういったことですか。はい、全日本トラック協会と各都道府県トラック協会との緊急通信手段としてテレビ会議システムを導入しています。はい、災害発生時には素早くこのシステムを活用することで現地の被害状況や必要物資などを把握し、要望に合った緊急支援物資の輸送につながるよう今後定期的に訓練を行っていく予定です。また緊急事態に備えて衛星電話や自家発電などの整備も進めております。大規模な災害の時には携帯電話や固定電話などもつながらなくなってしまいますから、緊急時に備えた通信体制を整えることも大変重要なんですね。はい、通信手段の確保も大切な備えの一つだと思います。はい、そして災害時には様々な物資が不足します。緊急支援物資を運ぶトラックにとっては燃料の確保もまた大きな課題となっているんです。確かにそうですよね。私もニュースなどでたくさんの車がガソリンスタンドに並んでいるのを見ました。全日本トラック協会では運送事業者や協同組合などの自家用スタンドを活用した緊急給油ネットワークの整備も進めているところです。また災害発生時や復興の時期においてトラック輸送に必要となる様々な手続きを簡素化するなどの対策も進めております。災害時、そして復興の時期にも備えて様々な準備体制を整えているんですね。そうですね、我々も国や地方との連携をしっかりとって緊急支援物資の輸送に当たっておりますが、災害発生直後には道路の寸断や被害の状況などによって十分な物資を運ぶことができないケースもあります。内閣府のホームページでは食料や水などの支援物資が届くまである程度の時間がかかることを想定して家庭や避難所においても最低3日分の備えをするよう求めております。私たち一人一人の防災に対する備えもとても重要なんですね。では最後に一言いただけますか。はい、トラックはドアツードアの利便性を生かし、緊急災害時には全国からトラックが集結して大量の支援物資を被災地へ運びます。トラック運送業界では今後も安定的に輸送力を確保し、安全で安心な輸送サービスの提供を目指して、非常時もまたいつもの日常も暮らしと経済のライフラインとして皆様の生活を支え続けたいと思っております。普段何気なく見ているトラックですが、どんな時でも私たちの生活を支えているんだなっていうことを改めて感じました。本日は全日本トラック協会常務理事の山崎薫さんにお話を伺いました。山崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。